れちまった。お前なんでてっぺんを目指さねえんだよ。こんなものはね。だったらなんでスズランにいる。お前みたいなやつがいるからだ。こうやって一番上から見下ろしたら俺たちなんてただのゴミだな。俺たちみたいなカラスはそのゴミみたいなものをつついて生きていくしかねえのかもな。リンダマン、俺がてっぺん取るまで待ってろよ。調子になんだ。後悔すんぞ。なんつってんだ、聞こえねえな。お前もスズランの面構えになってきたな。和代ちゃん、かわいい一年生も見てんぞ。先輩、次俺の番っすから。うっせえ、黙ってろ。俺がスズランの冠城和代。